チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国写真展の受賞が取り消されたのは、合成が下手だったから、についてです。いろいろなことを考えてみても、VR ゴーグルをかぶると、もうその世界に入ってしまいます。恐ろしい。でも、すっかり虜になっているマリナです。合成写真で、国際公募展大賞の受賞、取り消し、韓国。12月25日の、ワウコリアの記事タイトルです。朝日新聞が、合成写真の話題を振りまいた途端に、もうライバル心、むき出しです。違うか、てへっ。ユネスコ世界自然遺産の登録13周年、および世界遺産祝典の開催記念として行われた、第12回、チェジュ国際写真公募展の大賞作、チェジュ島の、雪原を走る、ノロジカの姿が収められた写真作品。雪原のノロジカの散歩が、合成写真だと判明し、受賞を取り消されたというのです。記事によると、当時、審査委員らは、雪の積もった野原を走るノロジカの姿を、単純に構成した作品に、チェジュの自然の綺麗さと、清らかさを、よく表していると評価した。しかしこの作品が、合成写真であることが分かり、受賞が取り消された。チェジュ特別自治道は、第12回チェジュ国際写真公募展の大賞作品が、合成と判定され、受賞を取り消したと、24日明らかにした。公募展を主管した東亜日報によると、今月14日に発表された大賞受賞作に対し、合成作品だとの疑惑を訴える報告が、16日受け付けられた。そして、今年公募展を審査した審査委員らの再審査の結果、合成と判定され、作品を出品したヒョン氏も、公募展出品時に提出した内容が、虚偽の事実であることを認め、最終的に、受賞の取り消しが決定した。ヒョン氏は、雪の積もった雪原の写真の上に、別に撮影したノロジカを、貼り付けていたことが分かった。チェジュ国際写真公募展の受賞作が、合成を理由に受賞を取り消されたのは、今回が初めてだ。というもの。今週の金曜ロードショーは、例のアカデミー賞を受賞した、韓国映画の地上波、初放送です。貧乏家族が、経歴詐称、なりすまし、追い落としで、金持ち家族の家に、それぞれが他人を装い、運転手や家政婦や家庭教師として、入り込んだ挙句、めちゃくちゃにしてしまう話ですよ。ごく、当たり前な韓国の日常を描いた、笑えない映画です。テストに出すので見ておくように、てへっ。今回の件も同じでしょう。当たり前なことなのですが、疑惑になり、それを認めた結果、受賞取り消しになりました。これまでもあったのではないか、そう思うのが当たり前ですかね。バレなかっただけではないでしょうか。周りの人たちは、運がなかったというのかもしれません。最近、韓国ではこういった嘘の発覚が多くなってきていると思います。ムン大統領の危機と、無関係ではないと思います。そういうタイミングで言えば、この写真家さん、運がなかったのかもしれません。最近では、テイシンピーダ、イアンピーダの、おばあさんが暴露していました。あれは、政治家や団体が認めていませんが、もう嘘は発覚しています。そういえば、ラブリー日本で、以前、吹き替え版で皆さんにお伝えした、イ・ユンフン教授の、反非種族主義が韓国でベストセラーになったあたりから、風向きが変わったのかもしれません。玉ねぎ男もあのすぐ後でしたね。いつものように、ヤフコメをご紹介しましょう。竹島問題、イアン P 問題、徴用 P 問題。いずれも多くの合成写真や、関係ない写真を証拠だと、大騒ぎしてましたよね。まさにこれは、反非種族主義で、イ・ユンフン教授が語った内容ですね。記念館やら、博物館も建て、映画まで作り、さらに日本の施設に対してもイチャモンです。あれもユネスコ絡みでしたっけ？
嘘の出来事のための説明をかけ、でしたか。全く関係ない少女の像を作って、世界中に設置して回ってますしね。嘘の出来事の説明をつけていますね。見てくれが全ての国だもの。何もかも、でっち上げ。政治も、経済も、全て合成のでっち上げ。合成写真は、お手のものです。昔からそうしてきたし、事実もそちらに合わせることが、韓国の歴史だと教わってきました。まさかそれが間違っているとは？伝統に根ざした行為が、なぜ問題になったのでしょうか？こんなことは日常茶飯事で、騙される方が悪いと、引き及んでます。ことを暴き立てて、無駄なエネルギーを使う必要はありません。この国の真実は、声の大きさと、力関係で決まります。韓国内の話でしょ。いいじゃん別に。平壌もとい、平壌、常識でしょ。韓国の常識が、世界の常識じゃないだけ。世界が韓国から、孤立してるから仕方ない。レーダー照射の際は動画ですら、見事に合成していたので、こんなことは朝飯前。いっそのこと、国際、合成写真公募展にした方が、作品が集まるような気がする。騙すのが得意と言っても、いつもやることがどこか抜けている。捏造、歪曲でも、どこか決め手にかけている。今回は騙せなくて残念でした。竹島問題、慰安 P 問題、徴用 P 問題、レーダー照射問題にも、合成写真を多用してるよね。合成、嘘は、韓国のお箱だから、別に受賞取り消しにしなくていいのでは？よく見ると、合成感が半端ないな、この写真。考えようによっては、ちゃんと騙せなかった、罰なのかもしれません。韓国写真展の受賞が取り消されたのは、合成が下手だったから。ここからどうやって、日本の誠意だと話をすり替えていくか。見物ですな。このコメント、怖い。悪いのは、日本製のカメラだって。そういえば、日本でも朝日が合成写真を堂々と、掲載してましたね。やはり、同じ穴の無地なってことですかね。ただただ嫌悪感しかありません。やはり、こんなコメントもありました。日本の中にある、大きな問題もあるんですよね。旧朝鮮労働者問題も、慰安 P 問題も、元は日本国内から発せられているだけに、同じ穴のムジナをちゃんと中止しないといけません。すり替えや落とし目は、どこからでも発動しますからね。さあ、今週の金曜ロードショー。なんといってもアカデミー賞、受賞作品です。せっかくですから、学んでみてくださいね。冬とは思えない暖かさ、思わずバイクで、そこらあたりを走り回って帰ってきました。あ、兄や妹と、一緒だって思ったマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。